はい、こんちゃん、ミヤの小林でーす。小林でーす。二人合わせて小林だー。はい、というわけでね、今ですね、志別っていうところに来てまして、今から行こうとしてるところはね、朱鞠内湖かな。朱鞠内湖、うん、朱鞠内っていう湖があるんで、まあ、琵琶湖みたいなもんです。小林さん、はい、湖畔でキャンプができると。湖畔、まあ、琵琶湖の湖のそばでキャンプするようなもんでさどんだけ分かりやすく翻訳しなあかんの。そういうところがあるんで、そこでちょっとキャンプをしようかなと思って今向かっているところですね。はい。で、この志別っていうところ、羊の町らしくて、うん、羊、あのね、羊ですよ。ジンギスカン、ジンギスカンのようなもん。まあ、だから羊の町なんでジンギスカンを食べようじゃないかってことで、ジンギスカンをちょっと買っちゃいましたんで、キャンプでジンギスカンしましょう。はい。朱鞠内っていうところが北海道のキャンプ地としてはすごい人気の高いところらしくて、これはやっぱ行っとかなあかんだと、これはもう原則行っとかなあかんだと、例外なく行っとかなあかんだと。すごい。もうなんか北海道に来てるとやっぱり次は来た時はこれしようとか出てくるな。一回ですまんなこれ。季節的なものもあるからな。夏場に来たいよ次は。ガチ冬も来たいみたい。ガチ冬も来たいな。うん。それやったらもう一回1年ぐらい住んだ方がいいんちゃう。そうやな。まあとにかくね、そんな感じで今北海道に着々と移住しようというモチベーションが上がってきているとこういう状態ですね。はい。なんかね、朱鞠内湖のキャンプ場は予約できないらしいんで、11時やけど人いる感じがするんで、まあちょっとチャレンジということで。はい。湖のそばでできひんかもしれへんけど。とりあえず行ってみよう。とりあえず行ってみよう。人生行ってなんぼやねん。人生っていうのはもう何でも経験してその上で次判断する。もうこれがもう原則、大原則、例外なく。人生は全部運。人生は全部もう原則。とりあえず行ってみよう。とりあえず行ってみるということでよろしくお願いいたします。はい、それでは本日も行ってまいりましょう。レッツラー朱鞠内湖。すごい、めっちゃ綺麗。やばない。朱鞠内湖、朱鞠内湖、朱鞠内湖、そうそう、紅葉が美しいですね。紅葉が、あゆちゃん運転ありがとう、お疲れ。ありがとうございます。ゆかさんもいつもありがとうございます。ありがとうございます。ゆかさんのおかげで僕はありますから。おかげさまで朱鞠内湖に、朱鞠内湖身近なっとらないから朱鞠内湖。うわ、どんどん近づいてきた。朱鞠内湖畔キャンプ場。あ、お疲れさんでした。あいちゃん頑張りました。あいちゃんお疲れ。あいちゃん運転頑張りました。うわうわ、うわうわうわ、すごい、なにこれ、あ、あ、すげえ、やべ、なにここ、やべ。じゃあちょっと受付行ってきますね。もう分かりましたんで、だいたいとりあえず朱鞠内湖の第2、第3サイトに行きます。第2か第3サイトなら車を乗り入れ可能なんで、電源はねちょっと移動しなあかんらしいんですよ。うわすごい、なんかいっぱい来る。あ、キャンピングカーいっぱい乗ってる、いっぱい止まってる、すごい、すごいけどもう向こう無理やな。第3サイト行きます。もう一個あるんで、第2か第3で、第2か第3なら車をあの乗り入れ可能。
第3に着きました。第3はどうでしょう。あ、今日第3は少ないな。第3の方が少ないじゃん。到着しました。イエーイ。やばいな、このここの景色やばいな、これ。タープ貼っていこうか。うん。第3に。あ、向井さん、レイクビューやね、レイクビュー。もうゆっくりできるな。時の流れがゆっくり感じる。じゃあもう今日は終了ということで、乾杯ということで。やっぱ札幌うまいっすね。もう終了、バイバーイ。いやー、来たかやったね。うん、それもやったし、カヌーもやったし。あ、最高のザ・アウトドアやな。自然の中に人間がお邪魔してますって感じ。うん、じゃあそろそろ晩ご飯にしましょうか。あ、お腹すいたでしょ。うん、ジンギスカンです。焚き火必須やな。寒いから。寒いから松尾ジンギスカン、ジンギスカンパーティーしようぜ。腹減った、食べよう。僕らの夜はね、早いんですめっちゃまだかかるジンギスカン食べたことある？あるけど、こんなにキャンプでやったことない。え、私もある。知らんわ、そんな。そう、匂い嗅ぎます。ジン、ジン、ジンギスカン、やっていこう。うまそう。うまそうやな。キャベツをこっちに置いて、こんな感じ？めっちゃうまそうやん。まあ、うん。で、マヨネーズかけると、こう。めっちゃうまいやん。うん。やば。行き過ぎたら硬くなるじゃん。そうやろな。食べようぜ、食べようぜ。食べようぜ。めっちゃうまそうやん。まあ、やばくない？さあ、どうぞ。野菜もうまっ。うん、締めのうどんをね、余っただしでジンギスカンうどんいただいちゃいましょうか。あー、焼きうどん。焼きうどんですね。残ったタレ、これ入れます。じゃあタイちゃんが一面いただきます。これは絶対うまい。勝利のうどん。うますぎね。買った。うまっ。真っ暗くなっちゃったね、打てる間に。うん、一気に暗くなっちゃった。ちょっとライトとか照らしていこうぜ。寒い時にコーヒーってうまい。怪しいやつやなちょっと怪しいやつがコーヒー飲むだけの絵になってるから。いただきます。体中に染みますね。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。だけどね、もう夜も冷えてきましたので、お休みの時間ということでよろしいでしょうか。うん、はい、今日はもうこのまま寝て、明日は朝早めに起きてゆっくりとご飯を眺めながら。今ね、ゆかさんが変な顔してこっち見てるんですよ、ね、自分映ってないからってね、変な顔でね、笑かしてくるんです。まあ、締まりなく最高ということで、うん、これはもう一生思い出に残る、間違いなく忘れられないキャンプになったということですね。すごかった。もう夜空も綺麗なんですけど、もう寒すぎてみんな結構外に張るけど、ね、うん、焚き火焚いてその周りはあったかいからいいけど、ちょっとずれたらもう寒ってなるな。うん、そんだけ寒い時期に来てますので仕方なしということでよろしいでしょうか。はい、じゃあ今日はお休みということで、暖かくしてお休みになりましょう。じゃあバイバーイ、おやすみ。バイバーイ、バイバーイ。つかむなおい湖の方に行ってみましょう。ゆかちゃんがね、今日は朝から起こしたら意外とずっと起きまして、寒すぎ、はい、もうすぐ。
はい、お疲れ様でした。だったー、朱鞠内湖最高やったね。めっちゃ良かった。忘れへんと。忘れへんな、これは。あの雰囲気すごかったなあ。この紅葉とね、相まって、うん、みんな焚き火やってな、うん、なんかいい雰囲気やったなあ。朱鞠内湖お疲れ、バイバーイ。朱鞠内湖お疲れ、バイバーイ。